ということで、今日もお邪魔しております。初めてちょっとここにお邪魔させてもらってからもう丸1年ですかね。そうですね、はい、1年経とうとしますね。前回の工程でこれぐらいまで伸ばしてもらったと思うんですけど、今ってどんな状態になってるんでしょうか。この間が作り込みから荒伸ばしまで、はい、これくらいじゃないですか。このくらいで、あ、これくらいでした。これくらいでした。すみません、しました。はい。で、今はですね、ほぼほぼこれから杉内さんの刀を作る寸法を出しつつあって、うん、これから素延べをして、それからそのまま火造り、つまり刀の格好に打ち出していこうかなというところまで来ています。だって実物見えたりできますかね。はい、ほぼ四角い棒にはなってます。あ、ちょっとぜひ見てみます。はい、これがほぼ寸法が出て、まだ四角、ただの四角い棒です。まだ。はいはいはい。ただ僕らはだいたいこれでどれくらいの見幅になるかなっていうことはだいたい寸法としてわかる。ここでマチを切って、はい、ここが中子の部分ってことですよね。はいはい、でこっちが切っ先。おお、はい。いいですか。まだ重たいです。まだすごく重たい。こ上がるああ、うそ、はあ、これが、そうですね、まだ四角い棒ですから、これが僕の刀になるわけですね。はい、すげえ、塊だった玉鋼の状態からこんなに綺麗な、そうです、はあ、重いわ。あ、確かにこの状態でまだ触れる気が、まだまだまだ、そうですね、これだと持ってかれますね。ここから刀のなんか形が作られていく、まあまあ棒状にはなってるんですけど、刀の形になっていくわけですね。すげえ、上がる。一応こう、こっちが胸側で、こうやって胸金というか皮金との接点がこう分かります。芯金のこういう筋がこう入っています。職人の目からは芯金の皮金の部分が見えているそうです。このこういう筋ってことですよね。そうです、そうです。できるだけ同じ金というか、色が変わらないようないい材料でやってるんですけど、まあ、一応でもそれでも本3枚で違うパーツをくっつけてるし、その鍛錬した方向がそれぞれ違うんで、芯金はもう正目がこういうふうに出てますね。綺麗ですね。じゃあ今日これが、どういう、そうですね、今まだ、これから素延べに向かってもうちょっと、寸法の精度を出していきます。うんうんうん、長さもちょっと伸びます。はいはい、で、最終的にはこの切っ先を刀の形にしていかなくてはいけないので、うん、でどうするかというと、こっちに刃金とかが出ているので、はい、刀の切っ先とは反対方向にこう切って叩いてこう起こしてやらなきゃいけない。こうなってんのにこっち側を逆に落として、逆を落として、そうしてこう持ち上げてやらないと切っ先まで刃金がいかないわけじゃないですか。あ、なるほど、はい、だから刀の理解、はい、よかったですね。あ、そうです、そうかそうか、先っちょまで硬い刃金を残すためには、そっか、こっち側を切らないと、そうですね。で、この先っぽのこのくらいっていうのは、うん、なんかいろんな材料がもう、なんて、一番材料の端っこの、ちょっとこう、肌が強めという、うんうん、あんまり良くない部分が来てるので、うんうん、切り落とし、あ、それいらないところというとあれですけど、そのところは取って、いいところを先っちょまで使うと。そうです、そうです、そうです。はぁ、なるほど、なるほど。という方向です。はい、さあ本日もよろしくお願いします。お願いします。
あ、本当だ、中に別の鉄が入ってるってことなんですよね。はい、そうなんです。こんな感じで芯金が入っているの でここまでが鋼なんです。なのでここくらいでこんな風に切りますよと。はい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 。これ今こっち側にこう沿ってますけど、まだ焼き入れ前で、こっちの方が、こっち側が刃になるそうです。こっちが峰です。今まだ酒場刀状態です。すでにとんでもない汚れを発しております。ちゃんと扱いきれるだろうか。こういうことですよね。